里崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、ということで、はい、本当に横一線なのかいっていうね、はい、テーマでお送りしてますけど、それは嘘だというね。いや、嘘でしょまあ聞いてたらそうですね。なかったでしょ、うん、ポジションによっては。はい、でもポジションあるポジションは確固たるもう地位を築いてる方がいるので、うんうんうん、それ以外は横一線っていうことそうそうそう。だから数ポジションは横一線が正しいよね、はい、全員じゃない、決して。そうですね、それは違いますね。今日はヤクルトとソフトバンクです。はい、じゃあヤクルトから。ヤクルトは、じゃあ続いて、はい、ソフトバンク、うん、ソフトバンクはね、新外国人がレイでロドリゲス投手、はい、だってもう打者がグラシアル、デスパイネ、バレンティーいるから、うん、もういらないよね。そうですね。で、あのムーアがね、アメリカに帰ったん で、うん、でそこはこのね、レイっていうピッチャーが埋めていくっていう形ですけども、はい、もうソフトバンクは正直言って、はい、野手はどこも空いてないですそうですよね。まあ、強いて言ったらよ、うん、ショート、あー、さあどうなんだろうな。キャッチャー甲斐ね、はい、でファーストが誰がなんのか、うん、まあ、中村なのか、はい、ね、誰がなんのか分かんないですけど、まあまあ埋まってるんですね、はい、でセカンドシュートがね、うん、もう去年の頑張りで埋まっちゃったですね、はい、うん、で外野は柳田、はい、栗原、うん、でグラシアルなのか、デスパイネ、バレンティーなのか、はい、うん、で中村晃レフトなのか、はい、まあまあ埋まってるんですよ、はい、まあ、ショートはね、はい、川瀬、うん、去年も頑張りましたけど、はい、で 今宮が帰ってきたら今宮になっちゃうじゃん、はい、なっちゃいますね、もう怪我でいなかったからね、はい、サードが、うん、マッチ、はい、ちょっと門番弱くなってるよねみたいな、まあまあいい年齢になってきてって。そうそうそう、でもやっぱマッチですからね、うん、うん、去年もね、はい、マッチだと2割2分8厘、ちょっと低いよね。あ、そうですね。だから危ないよね、うん、グラシアルサードっていうのもひょっとしたらあるかもわかんない、はい、去年松田選手は何試合ですか？ん、9試合数は116試合。あ、でも、もうほぼ出てるのか、うん、あ、そっかそっか。でもまあ、うん、まあ、サードも今頑張ってちょっと門番弱くなってるから、はい、勝つチャンスあるよ。だからまあ、はい、絶対フリーではないけど門番立ってるけどね、はい、マッチっていう、はい、でももう全盛期のもこんな感じじゃないから、弱くなってるから倒せる可能性はある、はい、ある、うん、はい、相手はない。なるほど。でショートも今宮でしょ、うん、野手は空いてないね。そうですね去年もう栗原選手と周東選手が埋めちゃいましたからね。埋めちゃった、うん、これね、空いてる間に取んなきゃ。そうですね。そうじゃないと、うん、もうすぐ門番来ちゃうから、うん、その2人っていうのはいい感じで埋めた選手ですよね。上林が埋めようかなって見せかけたら、ちょっとフラフラしてるところに栗原が埋めてみたいな、はい、だからで外国人もいるし、はい、残念ながらもう2番手争い、はい、だからどうせ誰か怪我するから、はい、怪我した時にもうすぐ入っていけるように、はい、2番手争いして順番待ちの1番前にいなきゃいけない、ね、うん、そうですね、うん、もう全然横一線じゃない、はい、でピッチャーはね、うん、まあ先発が千賀で、まあ、外国人のレイ、ね、はい、うん、も先発になってくるから。石川修太投手もいますね。もうそう、石川でしょ、はい、まあ、あと外国人も多いからどういう編成するか分かんないから ね、うん、ね、このロドリゲスっていうのも支配下になるかもしれないし、ね、でスチュワートもいるし、はい、で、まあ、和田、はい、去年16試合投げてね、うん、っていうのもあるし、で高橋レイ先発なのか、はい、抑えなのかみたいな、うんうん、笠谷とかね、はい、あ、そうですね。で中継ぎとかだったらもう森、モイネロ、はい、で去年感じよかった泉、香山とか、はい、松本とかいるわけよ、うん、はい、だから枠はないけど、ソフトバンクもなんか高い位置で争いしてるから、はい、簡単に空いてますはないね。そうですね、うん、門番はいるけど、うん、戦いに行く人も強いから、はい、誰が門番になるのかなっていう門番の人員もたくさんいるという。そう、門番の人員もいるのよ、うん、そう、それぐらいのスキルがある人が、はい、それが誰が立つのかを門の前で戦ってるパターンあるけど、うん、はい、まあ投手陣もまあでも2個ぐらいかな。そうです、ね、2個でも投手陣はまだ比較的もしかしたらそのローテーション入ったりとか、うん、そういう可能性はまだありますよね。まだある、うん、先発もね、はい、まあ、ね、和田もどこまで1年間いけるかとか、うん、外国人のどういう先制するかっていうところもあるし、はい、でまあ、基本的にソフトバンクは休んだりするから、そこの東浜とかも入ってきたりとか、はい、もうこうね、で武田とかいうところでこうあるから、うん、はい、
だからまあいろんな選手を使いながらっていうところもあるし、まあ、どうせ誰か怪我するっていうところもあるんで、はい、まあ、誰か出てくるとは思うけど、ソフトバンクはもう全体的にずっと言ってるけど、はい、門番が立ってなくて門が開いてるポジションはない。ないいやだってそうですよ、ドラフト見てもこう上位が高校生なので、うん、なんかチームに余裕がある感じがね、そうそうそうありますよね。だ門番が必ず立ってる、はい、立ってなくても門は閉まってる、はい、だ門番を倒しに行くぐらいのこう努力が必要ってことですね、うんうん、だからソフトバンクもきついね、うん、やっぱそれがねこう日本シリーズ4連覇っていうね、はい、っていうところもあるし、まあ、それは強いチームだから、はい、それは空いてるところがないのが当たり前だよね、うん、強いからね、はい、まあ、でも空いてたけど埋めていった人がいるからね、うん、そうです、必ず隙間ってできるわけですもんね。泉とかもそうです、勝也もそうだしね、はい、栗原もそうだし、シュートもそうだし、はい、みんな埋めていってね、埋まっちゃったんだよね、うん、はい、いなかったとこがね、強靭な人が立っちゃって、はい、これもう相当きついね、はい、さあということで、はい、じゃあ起用法に期待する選手で、はい、ソフトバンク、はい、空いてないんだよね、うん、そうですね、うん、空いてないからこの人をスタメンにって言えないっていう感じですか。うん、だって空いてないからね、うん、そうですね、なかなかね、はい、だからもう強いて言うんだったらもう、うん、空いてないんだよねそうですねじゃあこの人どうっていう提案すらできないぐらい空いてないんですか、ね、空いてないよ、こいつで勝負してほしいっていうのがないわけ、うん、そうですね、うん、強いて言ったら、はい、バンド、はい、あ、まあ地元なんでね、はい、まあ、地元ビーキでもここは応援しておこうかなっていうね、うん、であとちょっと怪我もあったんでね、うん、まあ、早めに直して勝負できるかとこが出たら、うん、まあ、去年もねあの試合当番で言うと15試合投げて 2.56 だから、はい、まあ、そこそこいい成績が残してるわけ で、ね、はい、でまあ、怪我もあってね、うん、あの戦線離脱したけども、うん、しっかりそこを怪我が直せばね、はい、いけると思うんで、うん、まあ、そこはね可愛がってやってほしいなっていうね、うん、ところはあります、はい、ここまで空いてないチームもなかなかないですね、うん、それはもう強いからね、うん、仕方ないよ、うん、でもその中でも選手たちは頑張らなきゃいけないからね、はい、何かあった時のために力を蓄えて、いやそうです、だってソフトバンクもたまに一気にガタガタって何人も一気に怪我した時もあるわけじゃないですか、うん、でも一気に出てくるのよ、順番待ちも強いのよ、そうですね、だその順番待ちの選手も本当ちゃんとやってるってことですからね、そうだね、だからそこをモチベーションに頑張るしかないね、うん、そうですね、はい、さあということで、はい、奇跡が起きましたね、ちょっともう自分でも信じられないんですけど、いきなりね視聴者の皆さんはね、はい、おいおい、いきなり服変わってんぞみたいなそうですね、え、変わってんのかな、俺同じポロシャツの可能性もあるけど、ね、いや黒だった気がします、まあおい服変わってんぞみたいな、はい、いきなり私も絶対ね変わってますから、なんやこれって、はい、これは説明しないといけないんですけど、はい、奇跡のね、まあ、動画撮りすぎてて、はい、もうどこのチームの話したかも誰も分からずですね、奇跡のですねこのサバイバル動画、サバイバルポジション動画、動画をヤクルトを2回撮っちゃうっていう喋ってる方も聞いてる方も気がつかない、誰も気がつかないで、はい、で今日ね、うん、また新しい動画撮るときに来て、はい、スタッフの方に、うん、あのさっさサバイバルのやつヤクルトを2回撮っててDNA まだ撮ってないんですけど、はい、って言われて、そうなのみたいな、いやでも確かにサバイバル6本撮ったっていうのは覚えてたんですよね、覚えてる覚えてる、でもな同じ球団撮った気がしなかったですね、うん、まあだからその査定をね、うん、週またいだっていうのもあるし、あとその前に、うん、あの崖っぷち選手もやってたから、はい、もう忘れちゃってね、もうわかん、そう崖っぷち選手っていう動画でもこのポジションがこうでこうでって話をしてるので、そうそうそう、うん、結構同じ名前が出てきたりするんですよ、そうそうそう、だからね、はい、DeNA やってなくてヤクルトを奇跡の2回撮りっていう、そうなんですよ、そう、あのヤクルトで出てきた名前の選手もなんか2回目聞いた時に、あれこの選手なんかつい最近なんか出てきたなと思ったんですよ、そうそう、うん、だからでもね、うん、せっかくヤクルト取ったんで、はい、ヤクルトのところに、はい、2本分出します2回出てるんですか、はい、どれ、はい、だからね、うん、もう同じこと喋ってるかもしれないし、はい、どんな違いがあるのか分かんないけど、はい、2本分出すんでヤクルトの人は2倍楽しいと、そうですね、あと2回真剣に喋って、うん、2回とももし同じこと言ってたら逆にすごいですよね、すごい、自分どうやってリアクション取ってんだろうね、はい、初めて聞いた感かな2回目も1回目のつもりで俺は喋るじゃん、はい、いや私も1回目のつもりで聞いてるんですよ、聞くじゃんね、はい、そのリアクションも注目してほしいですね、そうですね、うん、確かに
かに。まさかの。はい。だから DNA です。はい。今日は DNA。はい。ね、いきなり、はい、サバイバルポジションね、はい、やっていきましょう。 DeNA はですね、はい、崖っぷり選手でね、桑原とか、はい、言いましたけど、うん、まあ、ロペスがね、はい、対談して、で多分ソトがファーストに来ると思うんですよ、はい、でライト怪我なかったオースティン、はい、でレフト佐野、うん、ここはもう固定ですね。そうですね、うん、もうでも梶谷選手が抜けたから、うん、だからセンター、はい、ショートセカンド、うん、キャッチャー、はい、センターラインだね。おー、大事なセンターラインが、うん、センターラインサバイバル、はい、ってなった時に、はい、まあ去年もねチーム本塁打1位、うん、でもチーム盗塁が最下位、はい、でチーム打率も1位、うん、ということはもう打ててるんだよね、うん、しっかり、ね、だからまあそこを継続していくっていう部分では、まあショート、はい、まあ、倉本ね、うん、まあ、2割7分6厘、はい、あとは大和2割8分1厘、うん、だからここら辺は競争だよね、はい、で多分セカンド今度が柴田とかね、うんうん、っていうところがまあ入ってくるかな。あとはまあ、若手だと、まあ、外野内合わせていくと細川とか、うん、あとは森くん、はい、ね、そう、はい、今年2年目の、はい、あと伊藤幸也とかが、うん、まあ、どこまで食い込んでいくのか、あとはサバイバルで言うと桑原ね、はい、とかね、うん、っていうところは、まあ、勝負の時になるけども、はい、基本的にはもうセンターラインだね。そうですね、でも意外と枠はあるっちゃありますね。うん、でもその、あの、マス全員横一線じゃないよね。うん、もうショートだと普通に考えたらもう倉本と大和の勝負みたいな、はい、でセカンドとかも柴田とかがまあヒットに来た後勝負みたいな、うん、あと森君とかね、はい、だからまあ高い位置での勝負だね。そうですね、うん、あとキャッチャーはね、うん、まあ、戸柱、はい、峰井、うん、伊藤、うん、とかね、まあ、伊藤はね、まあ、去年なんか懲罰的な二軍落ちがあったけども、はい、まあ、監督が変わって、うん、まあ、そこまたね誰がキャッチャーとして選ばれるのかっていうところは、まあ、横一線でサバイバルだね、うん、確かに。まあ今年は監督変わるんで意外と新しい選手出てくる可能性もありますね、うん、だそういった意味でも、まあ、そのセンターライン、うん、まあ、監督が変わるっていうところでやりやすいですよね、はい、であとはセンターはね神里なのか、うん、神里ね、神里じゃない、神里、ね、なんかコメントに書かれてたんですよ、ね、そうそう、難しいよね、はい、山崎山崎問題、うん、そうですね、神里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 、うん、神里あれ神里どっちが神里が正しいのか、正しい、うん、はい、そうそう、まあ、この点々難しいよね。難しいです。あと斎藤の斎の字のね、いろいろ書く時の色の斎ありますね、うん、はい、あと柳田柳田問題ね、柳田ですね、これ何回も言ってるけど神里だから神里ですね、はい、神里、はい、あの袴田ですけど、うん、袴田って人もいるんですよ。そうなの、はい、あやえっていう人いる、秋江もいる、あやえもいる、秋江はいない、秋江はいない、うん、秋江もいるでしょ、世の中にいますよ、秋江さんは、うん、でも私はあやえです。でも間違えられるでしょ、よくね佐藤さんだけです秋江って言われることない、もう3回ぐらい間違えるだからそこでセンターラインがサバイバルだね、はい、そうですね。あとまあ先発も今永がねどこまで怪我から復帰できるかっていうところもあるし、はい、まあ、昨年終盤ね、まあ、状態がちょっと悪かった平、はい、であとまあ上茶谷とか、まあ、浜口とかで、まあ山崎康明のね、はい、復活もどうなるのかっていうところもありますし、うん、そうですね、今年でも2軍スタートってゆっくりちゃんと調整するってね。そう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 、ね、でまあ国吉もねいい形できてるんで、はい、まあね防御率も3位だから昨年、うん、そんな悪くないけども、まああのもうちょっと出てきてほしいですよね、はい、若手がね、うん、そういった意味でもまあピッチャーも先発中継ぎ合わせても3つぐらいは空いてるんですね、3、4個は、はい、空いてるんで、まあ、そこをしっかり固めていくとA クラス入りもあるんですけど、やっぱセンターライン固めたいですね、まずきっちり。そうです、野球センターラインからね、大事なとこですもんね、うん、そこがセンターラインがまだきっちり確固たるね選手たちがいなくて固まってないっていうところが若干不安要素ではありますけども、センターラインだからまあピッチャーキャッチャー二遊間センターっていうね、はい、ここの空きポジションを誰がこのキャンプで勝ち得るのか、森くんとか期待したいですけどね。いやそうですね、うん、だからまあ殺伐的起用法でいくと、はい、森くん使ってほしいですね、うん、まあレギュラーじゃなくてもいいけども、はい、まあ、比較的頻繁に出る起用法をしてもらいたいなと、まあ、あと本人が頑張らなきゃいけないのも一番あるけど、はい、うん、でもチャンスをこう渡したらグッと掴むかもしれないですね。そうそう、昨日この、ね、去年の終盤もねいいところで打ってたりもしてたんで、うん、はい、まあね、高い市での競争を期待したいですけど、うん、この森くんのね、はい、活躍っていうのをね、はい、見てみたいな。あとはまああの
まあ、毎年言うけどもこの伊藤幸也細川っていうね、うん、この2人の長距離ヒッターっていうところもね、うん、出てくるとより層が厚くなるんで、はい、まあ、若手のこの3人にはね、うん、まあ、期待してサバイバル勝ち抜いてもらいたいなと思いますね、はい、はい、ということでこれが正真正銘の全球団、うん、終了しました、はいはい、じゃあ浜間さん、はい、最後に、はい、もうここ一番の、はい、頑張って、えそれは崖っぷち選手の時のですよ、いいですサバイバルに勝ってねっていう、あそういうですか、そうそうそうサバイバルに勝ってねっていう全ポジション、はい、全球団の人、はい、もう最高の最高のフレーズを、最後のフレーズだから頑張ってじゃなくてもいい、もう最後にもね、あとは見てくれてる視聴者の、はい、袴田さんファンの皆さんが日々のこのね社会っていうサバイバルに勝ち抜いていけるように、いやもう頑張ってしか出てこないよって、ある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 、アナウンサーでしょ、語彙力あるでしょ、ない最後に語彙力ない、お腹空いてダメだ、頭が働かないよ、いやもうこれ終わったらご飯だから、よし頑張ろう、はい、さもうね、はい、サバイバルを勝ち抜くプロ野球選手、そして社会で頑張る皆さんのために最高のエールをお願いします、はい、世の中大変なことたくさんあります、でもそれを乗り越えれば必ずチャンスはつかみ取れます、皆さん頑張って、結局そこ大事でしょ